まあ、これは八代雅子先生っていう。八代雅子先生か。そう、この人はもう本当にすごいレジェンドなんですよ。で、この人の絵の元ネタっていうのが、うん、この人の、まあ、なんていうのかな、そのじゃあ萩尾先生の絵の元ネタはこの人なの。え、そうなの、うん、出だしの萩尾さんはもうこの絵そっくりだったの。でこの人が初めてそのなんていうのかな、女の子がかなり自立していて、うん、いろんなことに疑問を持ってる少女っていうのを描いたの。はあ、うん、だから少女漫画家には圧倒的に支持されてたんだけど、絵が地味なんで、うん、いかんせんあんまり売れなかったんですよ。